今回はスウィートランドの板チョコを崩壊させます。100円を入れると30秒間取り放題という設定です。板チョコタワー下からの図、お菓子が乗っていても30秒で強制停止となります。早くも元ぐらい取れちゃいました。取り放題なので、ガンガン乗せていきます。ごちそう。ガムの箱がほぼ全部横に落ちてしまいます。汗。こう倒れてきた。
100円が切れたので両替に行ってきます。そろそろですかね。重さで支えてる感じ。ゲーム再開です。ちょっと動いた。下から寝ず。押してくれ。押してくれに。かなり斜めってます。結構取れてます。ゲーム再開です。そろそろ崩れそう。落ちそう。邪魔くさ。
してくれさん。袋のチョコたちよ、みんな頑張ってくれ。ゲーム再開です。おキットカット来た。いつか、いつか。いつか、いつか。キットカット、来た。それでは、またガンガン行くことにします。あれ、景品口が開いてない。あれ？また開き始めた？ゲーム再開です。いい感じになってたのに状況が悪くなってきました。
崩れる気配全くなし。汗お金だけがなくなっていく汗。ゲーム再開です。こっちで密かにガム入れてくれているわわ。もうほとんど浮いているような状態。いい感じにガムが残っている。